この交通安全教室は週末の親子連れでにぎわう札幌市東区のショッピングモールで小学生を対象に行われています。会場では先月から努力義務となったヘルメットの見本が展示されていて、自転車に乗るときのルールをシミュレーターで学ぶことができます。楽しかったね。勉強になることあった？守ることが分かった。道警によりますと、去年1年間の自転車死亡事故の半数以上は頭への衝撃が致命傷でした。この交通安全教室は午後3時まで開かれています。